お疲れ様です。どうす。お疲れ様です。もうそろそろ全日本出発って聞いてますけど、はい。もう、まあこれが配信される頃には出発してると思うんですけど。あさって。そうですね。あさってって言ったらあれだ。はい。もうすぐですね。あと2日後に出発します。はい、で、なんかその出発前になんか取り組んでることでちょっとさっき聞いたのがあって、はい、なんかね、こうファットスキー、ね、遊んでるわけじゃないですよ。バックランド107、まあまあちゃんとしたファットスキー履いてますけど、遊んでるわけじゃないですか。まあ雪もね、今別に降ってるわけじゃないんで、はいはい、あのパウダー滑りに来たんじゃなくて、これで整地を滑りに来ました。整地というか、まあなんかね、あのやっぱいい雪で、北海道いい雪じゃないですか、はいはい、で滑り込みすぎて、そのすごい反応いいから角乗りというかエッジでずっと滑り続けちゃう感触になっちゃうんですよね、うん、でカットだとあんまり、まあ、エッジ効かないのもあるし、はい、スキーの面が太い分だけ面をしっかり押さえとかないと鋭いカーブにならなかったり、うん、まあ、あの本当に速いターンでいけなかったりするんで、それを結構僕はパッドから学ぶというか、ロングターンとかは特にパッド乗り始めてからちょっと良くなった感触もあって、昔ですよ。なんで今もちょっとこう乗ってたりとか、たまに乗ってバランスを鍛えてるというんですかね。それをね、このタイミングでやろうかなと。はいはい、まあ、向こうの雪崩れるから、うん、カラスがすごいですね。そうだね。早く帰れっつって。いや、そうですね。もう夕暮れ時なんで。いや、じゃあ結構、じゃあシーズン中もたまにこうやって履いて、まあポジションというか、そうですね、面を意識した滑りをすることも結構ある、うん、シーズン中もそうです。まあ春とかは結構これでロングターンとかは結構やったりもするし、はいはい、まあ今日すごいいい雪なんですけど、あえてこっちのスキーでちょっと面のトライを練習しようかなっていう感じで。じゃあ結構そのご自宅にセカンドスキー的にちょっと、あのいわゆるデモ系のスキーじゃない太いのをお持ちの方は、そういうので練習しても結構効果的っていう。ああ、そうですよね、うん、いいと思います。あのいろんなスキー乗った方が絶対いいです、はい、一つに絞んないで、はいはい、いろんなスキーでいろんなバランス鍛えてあげた方が、やっぱまあ全部同じスキーの形ではあるんですけど、あのいろんなバランス養えると思います。じゃあちょっと今日その滑りを見せていただきます。はい、頑張ります。すいません、はい。どうですか。いや、どうすか。いや、結構センター107の板とは思えなかった。最近のファットスキーすごいな。いや、確かにそういうのも感じるし、これでもターンできるね。まあもちろんね、その整地用のスキーと整地限定用のスキーとも全然違うけど、うん、普通にこのアサリのレッド滑り降りてくるからすごいね。まあ、この間の YouTube でも配信したけど、抵抗を集めて直線移動っていうのが、こういうのだと本当分かるというか、いや、あの噛むスキー、レーシングスキーだとやっぱり噛んでんのか面で使ってんのかちょっと分かんない時もやっぱり一般の人たち多いと思うから、はい、これだとあの傾いたら終わりだから、傾いたら終わりというか傾くだけだと終わりというか、だからちゃんと抵抗を拾っていかないとカーブが起きてこないから、いった意味ではすごい練習になるかなと思ってやってます。もうじゃあこれがきっと全日本で聞いていることを、はい、もうちょっとリズム変化しようか。あ、了解です。じゃあ次もう一個お願いします。はい、
まあ、出発間近でパッドスキーやってますけど、はい、あのちょっと去年一部そんな話も出たから先にあの動画でお伝えしておくと、現地で撮影してる素材あんまり流すの良しとされないかもみたいな、ちょっとあ本番の時ですよね。そう、全日本の本番、まあ、トレーニングの動画とかはね、うん、こんな感じですよっていうのはお流しできるかもしれないですけど、大会当日のなんかね多分ダメだったっけな、なんかっていうな、なんかちょっとそういう噂も今、うん、はい、まあ、あの公式な情報じゃないですけど、はい、ちらほらちょっと聞こえてきてるんで、オフィシャルで認められた人たちが撮って配信する分にはいいけど、うんうんうん、っていうこともありえるんじゃないですかね、きっとね、はい、まあ、であのトレーニング動画はね、あの間に合えばお流しできるとは思うんですけど、大会当日はちょっと今のところ速報は技術戦のホームページにてみたいな感じになる可能性がちょっとありえますので、去年はねあの少しお流しできた部分もあったんですけど、工藤さん来ないからじゃないですか。いや、来た方がいいんじゃないですか。いやいや、マンボウ、北海道マンボウ延長されますからね、そんな余計な人が本州行かない方が絶対いいんですよ。いやいやいや、余計じゃないね、余計じゃない、余計じゃない。そうですね。あの、ね、裏側を伝えるには、そうですね。八方だから旅館でしょ。ああ、そうです。あの、ね、最高の宿があるので。だから大向旅館っていう、はいはい、すごいいい宿が。北海道超宿の。あ、そうですそうです。ね、最高すぎて、居心地良すぎてだらしなくなってるかもしれないですけど。ね。まあそういうのもあるんでね。なかなかちょっと速報を、ね、とはいえ他のチャンネルで出てる可能性あるけど、まあ一応そこはもう言わずにね、はい、下が僕らはちょっと目立たないようにして、はい、結果だけね、お流し楽しみにしていただければと思います。菅原のフェイスページや、YouTube チャンネルのテキスト投稿等で速報はお出しする予定ですが、動画としてお出しできる以外可能性があることを重々皆さんご承知の上、だから工藤さん来ないからでしょ、はい、そうやって自分で言い訳作って、工藤さんが来ないから流せないってことだけですよ。なんかオフィシャルみたいなこと言ってますけど、工藤さんが来れば全然問題ない。嘘だ、そんなことないでしょってそう、裏側はお届けできるけど、現地のその滑ってる絵は結局出せないって話になるんで、その次の技術戦はね、体制を整えてはい、着実に言いましたね、今言いましたね、まあ、5位以内入ったら次あの整えますよ、体勢を。言いましたね言いましたね、それは、はい、すいません、まあ、なんでちょっと、はい、あのまあちょっとね、コロナの影響で、まあ、北海道大会もあれでしたけど、最低限な人数で、まあ、ミニマムの運営でって感じになると思うんで、はい、現地でっていうわけにはいかない方もいっぱいいると思うんで、ぜひあの技術戦のホームページを通して応援いただければ、はい、と思います、ね、よろしくお願いします、はい、じゃあ菅さん行ってきてください。行ってきまーす。